フェラーリ F50GT は、フェラーリ社が FIAGT 選手権やルマン24時間レース等の GT1 クラスカテゴリーに投入するために製作されたフェラーリ F50 をベースに開発されたレーシングカーである。それまで BPR グローバルエンデュランス GT シリーズ及びルマン24時間レースに F40 でエントリーしていたフェラーリであったが、 1996年シリーズに F40 の後継車種として投入すべく F50GT の開発が進められた。車両の製作はフェラーリ本社ではなくシャシーコンストラクター、レーシングカーコンストラクターとして知られるダラーラが言った。市販車では着脱可能なデタッチャブルトップであったが GT では完全なクローズドボディに改められており、ルーフ後端部から テールエンドに至るカウルは、なだらかな形状に改められている。フロントスポイラーや、サイドステップ、リアディフューザー、リアウィングといった空力パーツは、このマシンのために新規に設計制作されたものである。エンジンカウルの随所には、放熱のためのダクトの開口部が存在する。シャシーや、ボディパネルは市販車同様の、カーボンファイバーコンポジットモノコックに改められている。これにより、 主なシャシー素材として、チューブラーフレームを用い、それに、カーボン素材を補助材として使用した F40 よりも、はるかに高いシャシー剛性を実現している。エンジンは1996年の FIA、GT 及び、ルマン24時間レースの GT1 クラス規定に沿った、チューニングが施されている。デブリミットは、約1万 RPM と高回転型となった。 この先行試作車は3台が製作された。しかし、突然1996年シーズン間際になって、フェラーリは F50GT の計画を凍結、白紙撤回することになる。結局、製作された3台の試作車はすべて売却という末路をたどることになる。第1号車はアメリカ、第2号車は日本、第3号車はドイツに売却された。売却の際には、 文書の条項に、モータースポーツ等競技車両として使用しないことという文言が記載された制約書にサインをした上で、コレクターの手に渡っている。現在日本には第2号車と第3号車が確認されており、イベントや雑誌の取材によって、時折サーキットを走行していた。また、日本一のフェラーリ使いと呼ばれた、レーシングドライバーの大田哲也も、 1998年の事故に見舞われる前にこのマシンのステアリングを握っている。ありがとうございます。